ハリー・ベケットはバルバドス出身であるイギリスのトランペット奏者にしてフリューゲルホルン奏者。バルバドスのセント・マイケル、ブリッジタウンで生まれたハリー・ベケットは旧西軍バンドで音楽を演奏することを学んだ。1954年からイギリスに居住し国際的な評判を得ることとなった。映画オールナイト・ロングではチャールズ・ミンガスと共演している。1960年代には ベーシストであり、作曲家である、グラハム・コリアーのバンドに所属して働き、録音し、16年間にわたって、つながりを維持した。1970年以降、ベケットは、自身のグループを率いて、フィリップス、RCA、オガンレコードなどのレーベルでレコーディングを行った。ベケットは、イアンカーのニュークリアス、ブラザーフット・オブ・ブレス、デディケーション・オーケストラ、 ロンドンジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ、ロンドン・インプロバイザーズ・オーケストラ、ジョン・ザーマンのオクテット、ジャンゴ、ベーツ、ロニー・スコットのクインテット、キャシー・ストバート、チャーリー・ワッツ、スタン・トレーシーのビッグバンドとオクテット、エルトン・ディーンのナイン・センスなど、イギリスのフリージャズ、即興音楽シーンの重要なグループにおいて欠かせない人物であった。また、キーフ、ハートリー、ジャー・ウォブル、 デビット・シルビーアンとレコーディングし、デビット・マレーとも共演した。彼は、ジョニー・ダイアに、クリス・マクレガー、キース・ティペット、ジョン・チカイ、ヨアヒム・キューン、ズドゥ,ドゥップ・プクアナ・ノジラ、ジョルジュ・グルンツのバンド、ベルギーのクインテットである、ロング・オブジェクト、ピエール・ドゥルジの、ニュージャングル・バンド、フィル・マンザネラ、ジュリー・ティペッツラをフィーチャーした、アニー・ホワイト・ヘッド主導のロバート・アイアットプロジェクト、 スープソングスなど、ジャズやロックの著名人と一緒に各国でツアーを行った。ベケットのダブ志向のアルバム、ザ・モダン・サウンド・オブ・ハリー・ベケットは、イギリスの有名な音楽プロデューサー、エイドリアン・シャーウッドによってプロデュースされ、2008年後半にオン・ユー・サウンドからリリースされた。1972年に、ベケットは、イギリスのトップトランペット奏者として、 メロディメーカー氏のジャズ投票で優勝している。1997年から2000年までオーチェスター、ナショナルデジャズのメンバーを務めた。ベッケットは脳卒中を患い、2010年7月22日に死亡した。リーダーアルバム、ありがとうございます。